ソフトバンクは1日、前日の広島戦で負傷交代した柳田祐樹外野手について、佐賀市内の病院で診察を受け、右半券用金損傷と診断されたと発表した。天地4ヶ月の重傷で、リハビリ組に遺憾となった。柳田は前日の試合、3回1死の第2打席、日頃を放ち、 一塁へ向かった際に右ハムストリングを負傷。足を引きずるようにして一塁へ走り、最後は倒れ込むようにヘッドスライディングした。不動のレギュラーとして、今季も全48試合に出場して打率、293、4本塁打、35打点。首位を改装するチームにとって、大黒柱の痛恨離脱となった。 国母監督は長期離脱を覚悟していたが、全治4ヶ月の重傷、シーズン中の復帰は微妙な状況となった。